カルダノ、レイダ、ソラナ、SOL、ポルカドット、ドットなどの人気アルトコインは月末までに参照レートとリアルタイムの指標を持つことになり、より多くの ETF やデリバティブ商品の土台が築かれます。シカゴを拠点にデリバティブ取引所を運営する CME グループは、暗号通貨インデックスを提供する CF ベンチマークと提携し、4月25日に新レートを展開します。新しい基準レートにはアルゴランド、アルゴ、ビットコインキャッシュ、BCH、カルダノ、レイダ、チェーンリンク、リンク、コスモス、アトム、ライトコイン、LTC、ポルカドット、ドット、ポリゴン、マティック、ソラナ、SOL、ステラルーメンズ、XLM、トユニスワップ、UNI のインデックス価格設定が含まれる予定です。参照レートとインデックス自体は取引可能な投資商品ではありませんが、ETF や先物契約などの商品を提供するための重要な前提条件です。これらの新しいベンチマークは現在投資可能な暗号通貨市場全体の 90% を捉えており、トレーダー、機関投資家、その他のユーザーが自信を持ってより正確に暗号通貨の価格リスク管理、ポートフォリオの価格設定、または ETF のような仕組み商品の作成を行えるよう設計されています。 CME は現在ビットコインとイーサリアムの先物およびマイクロビットコインとマイクロイーサリアムの先物契約を提供しています。先物契約の提供開始後わずか4年で1日1000件の契約から現在は1万件に成長しています。 CME、CF インデックスファミリーが拡大し、この非常に魅力的なアセットクラスにおける新しい革新的な ETF の基礎が築かれることを大変嬉しく思います。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。